前田利家、織田信長に仕え、豊臣秀吉に仕えた人物である。戦場での武勇は人々の間で有名で、槍の又左衛門の異名を持つ猛将としても知られる。そんな利家は天下分け目の戦いとも言われる、とある戦で苦渋の決断を迫られることになる。利家の選択が違えば、日本の歴史は大きく変わっていたかもしれない。チャプター1、ドキュンっぽい利家。1539年、前田利家は尾張の国、愛知の豪族の家に生まれる。青年は諸説あり。このあたり、若い頃の利家は派手好きであった。奇抜な格好を好み、各地で暴れ回っていたという。やっはー！そしてその仲間の中に織田信長もいた。ひょっほー！二人とも派手好きな性格であったため、とても仲が良かったという。うえーい！そんなこともあり、利家は信長に仕えることになる。チャプター2、刺さったまま戦う利家。当時の尾張の国は統一されておらず、混乱の中にあった。当主だった織田信秀がこの世を去り、信長が家督を継ぐものの、評判が悪すぎて内乱は避けられなかった。あいつはアホだ。とても国を任せられん。あは、あはははは。兄上はうつけ、バカ者じゃ。家督はわしが継ぐべきであろう。はい、その通りでございます。1556年、信長と信長の弟、信行との間で戦いが勃発する。異能の戦い。信長様、覚悟なされよ。利家もこの戦いに参加。俺も力を貸すぜ、信長。戦いの最中、利家は右目の下に矢を受ける。うわぁ、大丈夫か？お前は一旦引け、手当てを受けろ。まだ、打ち取ってない。え？まだ一つも首を取ってないから引けない。ええー！利家は矢が刺さった状態で弓を射った敵を打ち取ったという。一説によれば、矢を抜くことなく、合戦後の首実験にも参加したとか。手当てを受けられては。いや、大丈夫だ。ちなみに、この戦いで、信長からの評価は爆上がりしたという。すごくドクドクしてる。利家は、その後も、信長の下で活躍を続ける。その戦いぶりから、いつしか、槍の又左衛門と呼ばれるようになった。武功を挙げていたものの、短気な性格だったため、人々からは避けられていたという。絡まれたら厄介だからな。いつも派手ですな、利家殿は。はっはっは、そうかな。そんな中でも、秀吉とは仲が良かったという。1558年、松と結婚。どうしよう、ものすごくドキュンっぽい。えらいところに嫁いでしまったかもしれない。俺に見惚れてるな。その後、すぐに長女こうが誕生する。事件が起きたのはそんな頃だった。チャプター3、謹慎惨殺事件。1559年、利家が22歳の時、茶人の重阿弥と喧嘩を起こす。貴様、松からもらった大事な笄貝、盗んだな。はあ、まあ。へへへへ。重阿弥は信長のお気に入りであった。しかし、態度は横柄で、無礼者として知られていた。へへへへ。無礼者の重阿弥と短気な利家。二人の間で何かが起こるのは必然だったのかもしれない。何度目かのいざこざの時、利家は重阿弥を切り殺してしまう。もう許せん。しかも、信長の目の前で。うわぁ。利家の死罪は免れない。そんな状況だった。あいつ終わったな。うん、終わった。しかし、そんな中、利家の才能を評価していた柴田勝家が信長を説得。信長様、何とぞ死罪だけはご勘弁ください。この私に免じてどうか。勝家の説得の甲斐もあり、利家は死罪を免れ、謹慎処分に収まる。親父殿、かたじけない。利家、あまり無茶をするな。利家は勝家のことを親父殿と呼び慕うようになる。以降2年間、利家と松は浪人暮らしをすることになる。そうため息をつくな、松。おめえ返上の機会は必ずある。チャプター4、ご利押しで謹慎解禁。1560年、桶狭間の戦い。今川義元率いる大軍が織田領に侵攻してくる。この時、利家は謹慎中であったが、勝手に参戦。好機到来、利家、行きまーす。そこで武功を立てる。よっしゃー。しかし、信長は利家の謹慎を解かなかった。何してんのお前。謹慎中だろうが。その翌年、森部の戦いにも無断で参戦。利家、行きまーす。ここでも武功を立てる。よっしゃー。その時は武功が評価され、信長は利家の謹慎を解く。うん、よくやった。あざます。よし、どうにかなった。そこから、利家は信長のもとで戦の中で武功を上げ続ける。金ヶ崎の戦い、姉川の戦い、一条谷城の戦い、長島一向一揆、長篠の戦いでは、鉄砲奉行として武田軍と激戦を繰り広げた。放て。1576年、柴田勝家の下で北陸方面を攻略することになる。親父殿、期待しておるぞ、利家。柴田勝家の部下として活躍するのと並行して、信長直属の部下としても功績を上げ続ける。ふむ、よくやった、利家よ。ありがたき幸せ。そして、1581年、信長から能登の国、石川を与えられる。こうして前田利家は23万石の大名となる。よっしゃー、やったぞ松。このまま平穏無事に過ごせますように。日本の歴史を揺るがす事件が起きるのは、その翌年のことである。チャプター5、苦渋の決断。1582年、本能寺の変。明智光秀の裏切りによって、織田信長がこの世を去る。まさか信長が。その11日後、羽柴秀吉軍によって明智光秀が討たれる。さすが秀吉、なんという速さだ。しかしこの状況はまずい。その時、利家は柴田勝家の下で働いていた。信長亡き後、後継者の座をめぐって柴田勝家と羽柴秀吉との間で武力衝突が起こる。賤ヶ岳の戦い。利家は板挟みの状態にあった。親父殿には返しきれないほどの大きな恩がある。それに今は部下の立場だ。しかし、秀吉とは家族ぐるみの付き合い。私はどうすればいいのだ。利家が苦悩する中、賤ヶ岳の戦いは始まる。利家は柴田軍として布陣していた。しかし合戦の最中、利家の軍は突然撤退する。このことが羽柴軍の勝利を決定づけた。賤ヶ岳の戦いは羽柴秀吉が勝利。柴田勝家は敗走する。くう。勝家は敗走の途中に利家のいる越前府中城に立ち寄る。利家、親父殿、すまない。利家よ。お前は秀吉と仲が良い。必ず秀吉に下れ。私のことを気にする必要はない。親父殿。勝家は利家を責めず、利家にこれまでの労をねぎらい、湯漬け、湯をかけたご飯を所望したという。その後、利家は秀吉に降伏。勝家のいる北の庄城攻めの先鋒を任される。そして、柴田勝家は北の庄城で自害する。チャプター6、利家の最後。賤ヶ岳の戦いの後、利家は秀吉の下で活躍を続ける。1590年、北条氏制圧のための小田原征伐では、上杉景勝、真田昌幸と共に北条氏の書城を次々攻略。この小田原征伐により北条氏は滅亡、豊臣秀吉が天下人として君臨することになる。利家よ、これからもよろしく頼む。はい。それから幾数年の時が流れる。利家は豊臣家にはなくてはならない重臣の一人になっていた。1598年、利家は家督を子に譲り隠居。そろそろ身を引こうと思います。そうか、わしもお主も年を取ったものだな。利家は湯治のために草津温泉を訪れる。へえ、これで俺の役目も終わった。あとはゆっくり余生を過ごすか。しかし草津から戻った利家を待っていたのは大老の地位であった。よろしく頼むな、利家。え、いや、隠居したはずなんですけど。わしも体調良くないし、どうにか頑張ってよ。いや、俺も体調良くないんですけど。こうして前田利家は五大老の一人となる。どうしてこうなった。それから間もなく秀吉はこの世を去る。翌年、秀吉の後を追うように前田利家はこの世を去る。享年62歳。前田利家、戦場での武勇は人々の間で有名で、槍の又左衛門の異名を持つ猛将であった。利家亡き後、前田家の加賀藩は窮地に陥ることになるが、それはまた別の話。今日の名言。人間は不遇になった時、初めて友情の何たるかを知るものだ。前田利家。次回の日本史漫画は、利家亡き後の切ない決断、松の生涯。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。次回も見ていただけると嬉しいです。またね。